エラを助けて二人の中が仕事だ戻るみたいな感じなんですか。私ですか。強い。もう本気出しちゃったじゃない。どうしようかな。せいなんで手つないでいい。俺に行かせてくれよ。手をの疲れる。あ、めそんなに腐ってないな、ここのマップのみんな。私ですか。よし、うん、我が輩の出番だ。まずはトロンで一撃与えて、あっ、あんたもそこでやれんじゃん。もうここでマリアに踊ってもらって、悪いな。21が2816。おい、悪いな。よし、これラファエルが渡りビラップ。焦らず戦おう。よいしょ。あ、そうか、マヌエラも動かせるか。一気に肩をつけてやりましょう。いや、これマヌエラちょっとやめよう。死んじゃう気がする。自分から行くのはやめにしよう。やばい、ちょっとこれ急がないと、マヌエラ危機一発で。当たらんな。効かんな。マネラ助けに行ってあげるか。いや、半端ねえ引いたでいけ。半端じゃねえわ。やだ、汗かいちゃった。みんなこっち駆け上がってきて、あ、どう倒すの。全然大丈夫ね、このマップ。はっきり言って。で、ガツガツ攻めて、回復で。回復だけ受け止めないでしょ。これ鉄の子で2回攻撃やっぱ。鍛え方が違えんだ。いいよね。ラファエル本当はもっと強くなると思うんだよね。よし。まだ正直ラファエルの強さを引き出しきれてない気がしてる。よし、来たよ。あ、やっぱ一人ドラゴンナイトいると全然違うな、安心感。何38って何。38ダメージって数字バグってんじゃん。これで終わりか。うん、シャディアもスコイニットになって使い勝手すげえよくなった。ベルナレッタ頑張って飛行にする手もあったな、今更やけど。よいしょよいしょ。見ろ腕の筋肉。弾丸すぎたんすよ。ありがとな。いや、踊り子も使い勝手いいわ。ただ成長、ああ、成長するね、踊り子になっても。
いいよ。偉いよ。どの身で学べ。いや実況者7個も強いな。これでいいだろう。イグダーツも飛ばすか。それもありだろ。死神記録じゃなかった。ただのダサい、ただのダサいチームの名前だった。この卓にかける。当たらんね。いやファイアーエンブレムはマジで面白い本当に。ああそっか、危ねえ。こいつ弓使いじゃん。怖っ。うわ20とか食らうじゃん。やーべ怖っ。まあ HP50 あるんだけど、こっち馬のやらに来ちゃうね。まあ一発ぐらい耐えるよ。この弓使いを、あ弱い私に負けちゃう、ね、ちょっと弓だけは本当に気をつけないと。マヌエラ完全包囲。いうんーで、なんか応援ってなんだ。いいねラファエル。いいね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 。やっぱグラップラーめっちゃ強いんだね実は。俺がラファエル使い切れてなかっただけでめちゃめちゃ強いんじゃないかこいつは。あいっぱい来るな。なりすげえ評判いいよね、風化雪月。まあシリーズ最高傑作かって言われたら、なんだろう、めちゃめちゃ面白いけど、シリーズのやつっぽくはないから難しいところだけど、結構特殊だよ今回のやつは。だろう、ファイアーエンブレムの中でどれぐらい好きな風化って言われたら、個人的にはすごいめちゃ好きな部類には入る。面白い、マジで。来たね、敵がね。こいつ弓も使うの。水タイプのくせに、あの10万ボルト使えるスターミンみたいな戦いがするの。鉄の意味で飛行タイプの鉄の意味で応戦する。いやしかし倒しきれんな。こいつは倒したい。いやマジでヒルダのワンパン侍が強すぎる。いやヒルダのワンパン侍が強すぎる。本気出しちゃったじゃない。ヒルダのワンパンが強い。めっちゃ気持ちいいわ。いやシャミアも強えんだけどな。なんかちょっと普通にヒルダが強すぎて物足りなさすら感じ始めてる。ちょっと待って、何やる、踊れるだけじゃないのかお前。私勝てた。踊れる上にその強さ、誇っていいぞ。
ンドマンも強いね、それなりにね。よし、俺の勝ちだな。だラファエルはね、チップはあるんだけど、意外とそんなに耐久がない、耐久があるわけではないのが辛いと思う。油断すると持ってかれそうな怖さが。あ、弱い私に負けちゃう。お、正面2発いけます。いいね。地獄で寝てろ。地獄で寝てろ。死ぬまでに1回言ってみたいセリフナンバーワン。地獄で寝てろ。マジで地獄ですやや。ありがとう。あ、こいつ、あ、ショートアクセくんのか。うわ、本当はじゃあこいつ倒したいけど、ちょっと危ないね。うわ、つえ、怖え。こいつをノーラメで倒して、悪いな、手加減できなくてよ。あ、いいじゃん、守備上がったね。しかもレイピアゲットじゃん。レイピアといえばファイアーエンブレム好きな人はみんな大好きな、レイピア。まあでも倒しちゃってもいいけどな。まあ一回クリア、まあ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 、うん、まあ死にゃしねえし。加減すべきだったか。全員片付けっか。お前宝の子がないはず。宝の子ないの、この子。うん、ないない。オッケー。もう本気出しちゃったじゃない。でドラゴンライドになってるヒルダがクソ頼もしいな。疲れてきたぞ。頑張って。ハンヌマンに応援してもらって魔力を上げて、で回復量を増やしてのライドで。お手に行かせてくれよ。そして、ああ倒しきれんか。ああ倒せんか。ちょっと頑張って倒してほしい。あー、しかし7個だと倒しちゃうのか。なるほど、なるほど。めんどくさいなこいつな。中途半端やの。10しか削れんのか。3、4、12、12削れる。これは10、12まで減らしたり。12まで減らして、めんどくせえ。13、15、7。これ破天天帝の剣しか、なあなあ、めんどくせえな。15。あ、これ家が邪魔。じゃ家の位置変えろ。
家はどこに置いてもしょうがないよ。先に言っとくけど。あ、12人になるじゃん。オッケーオッケーオッケー。よいしょ。この体にこんな力。あ、いいね。守備上がったの熱いね。でもなんでこんなに魔力上がるの？ぶっちゃけそんなに魔力上がられてもっていう感じはあるよ。100%だから倒せる。よし。1、2、3、4、オッケー。なんだ、ユナ、お前舐めたな、マジで。まあ、魔法上がったからいいか。ちょっとお手洗い。あ、そうそうそう、ファイアエムレム詳しい人さ、家の場所教えて。どこが一番邪魔になんないか。はあ、あれのどこが死神騎士なの？どう見てもただの山賊だったじゃない。まあ盗品を回収できたのは収穫だったけれど。マヌエラ。オロホンネマン、何をそんなに怒っているのかしら。それがわからぬほど君は愚か。単独で敵地に乗り込むなど無謀の極みだ。マヌエラが無事で。この死神騎士が皆がどれほど君のことを心配したか分かっているのかね。もうせい…日和見の、まあ無事だったし。これは命に関わることだ。甘いことは言わんでもらおう。返す言葉もないわ。本当にごめんなさい。皆にも後で謝罪しておく。我が輩も少し強く。我が輩が君に忠告や説教、君を大切に思っていれば。フラグ立った。分かっていた。そんなこと。あたくなあの全く知ったら。その場所もういい年だという。あら先生、これ以上付き合うのが面倒だから早く終われとでも言いたげね。何、他人事だとでも思っているのか。担任教師は我々3人だけだというのに。意外に薄情だったのね先生。あれ、もう行きましょう、ハンネマン。うん、もう少し2人で話すか。マヌエラ、ちょうど上質な茶葉を手に入れてな。なんだこいつら、このクソ茶葉。家にしちゃうぞ。このこいつらも家にしちゃおっかな。イラッとしたから。よし。じゃあ次クエスト行こう。クエスト。これ正直なんか外伝とクエストやってるだけでもう3倍ぐらいね、量が増えるよね、マップをやる量が。さあ次はどんなマップだ。あ、紫外線じゃん。あ、しかもみんな宝箱があるぞ。みんな、え、宝箱だよねこれ。え、これ宝箱だよ。からかい。え、入ってる。え、カラス開いてない。え、開いてるよねこれ。入ってんのかな。え、入ってるこれ。めっちゃ入ってるように見えるんだけど。そうだよね、空だよねこれね。ほーん。さあこのマップは結構ちゃんとユニット選べそうね。じゃあまずハンドマンいらないとして、アネットも引く感でよし。何よりイグナーツはいる。ベルナデッタ、レオニーいるでしょ。なんかもうこれじゃない、こんなもんじゃない。7個の副官にアネット、
イグナーツの副官にクロードでいいかな。うん。てんてん、えりり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 。シャミアをこんな使う必要あるのか、俺は。わからない。ねえ、俺はね、ミシティアに持たせたいものがある。君に渡したいものが受け取ってくれない。天使の衣、あと生命の木の実も飲ま食わせたい。は本当にほら強くしてんな。よし、とりあえずはこんなもんで。うわ、ベルちゃん技爆発してんな。見てみんな、技31だよ。半端なくね。あとなんか面白そうなアイテム手に入ってる、さっきね。なんだったっけ、なんか指輪系の手に入ってた気がする。誰かに装備させたい。知識の宝珠、プレイちゃんカルケース、工具、これだ、経験の宝珠、悪徳系エンジンもいいね。ラファエルとかに、誰かレベル足りねえやついんのかな。別にみんな結構ちゃんとレベル上がるからね。強いて言うならラファエル、強いて言うならラファエルかな。ラファエルだね。うん。よし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 。マリアの革の盾なんてちょっと微妙だな。別に今じゃなくていいんだけど、この辺に宝の扉があるんですけど、扉の扉。まあいいか。いや、ベルナデッタ力と技、速さ上がったら半端ないよ。速さが低いんだよね、ベルナデッタね。そういうキャラだからしょうがないんだけど、ぶっちゃけ速かったらクソ強いんだけどな。でも正直、速さ上げたいで言うとさ、ヒルダとかも速さ上げたいじゃん。まあ速いんだけどさ、現状の中。いや、速さ上げたいキャラは多すぎる、正直。現状ヒルダが一番速いのか。あ、7個は速いの。まあでもこんなもんでいい。あとユニット配、マップ配置で、土戦闘にイグナーツ配置、横から行けるようにペガサス部隊配置、まあ正直イグナーツ一人いればこのマップは何も怖くない。イグナーツ化け物にしすぎたな。さあどうするんだ。あ、間違えた。お、すごい。だからもう遠くの時に計略できるのは熱いね。思っていた人生だったのに。
この距離当たるのやべえな。これよ、ベルちゃん。この距離32ダメージ与えんだよ。やばくねえか。私に任せてください。魔法兵ね。やべ、ここまで来たらボコボコにされるんだ。あ、でも強い強い、鉄の剣でもこんなに当たるようになってんじゃん。いいね。私ですか？私ですか？せっかくだからこいつらを引き寄せて倒したい。鋼の剣、あー契約高いのか、ラリーナ無駄にダメージを与えさせたくない。ちょっと今変な動きしてる今。すみません。まあいっか、遠くから来たら遠くからのやつで拾うだけだから。さあ仕事だ。ソードソードさせて、そして天使の衣を食わせると。よし、俺はリシティアをド戦闘にぶっち込めるキャラクターにしてるから、よろしく。多少削りたい。よし、かい。待機画面で食えるんだ。僕だってやるときはやるんです。バケモンになっちまった。うちのイグナースがバケモンになっちまったよ。うちのイグナースバケモンになっちまった。どうしよう、みんな全員呼んでみるか。一回ちょっと見てみていいかい。あいつの草ぶりを見てみたい。あ、こっちまで来ちゃうとみんなこっち来る。ちょっとおびき寄せたいところ。あ、ここまで来るとみんなこっち来ちゃうんだ。まあ来てもいいけど。全部軒並み蹴散らすところを見てみたいんだよ。レオニー、よし、レオニーも強いんだよ。ちょっとやってみよう。魔法系は右側に押してるから。また趣味上がった。あ、魔法上がった。
やばい、モビルスーツ動く要塞だよ。あ、いいね、クロノのレベルも上がる。こっち置いといた。こいつだけやっぱこれでもほら、なんかリザイア、リザイアゼロって書いてあった今。リザイア威力ゼロって書いてあった。あ、リシタクソかっけ。魔法系気をつけなきゃいけんからね。パラディンの移動力クソいいな。エオニーの剣だ。これしか取り柄がないんでね。言ったっしょ、イグナーツがアーマーナイトになりたがってるって。初めに言ったよね俺。こいつ一番アーマーナイトの才能持ってんだからさ。バケモンだ。怖すぎる。やった、やりましたよ、やりましたよ。才能があるバケモン。イグナーツ、イグナーツドーピングしてないよ。無ドーピングだよ。見て、リシティアがソードマスターになった。かっちぇ、嬉しい。長かった、リシティアソードマスターにするまで。半端ないんですよ。もう本気出しちゃったじゃない。お、いいね、シャネもちゃんと押してる。甘い、地獄で寝てろ。あ、モーションかっちぇ、倒した後のモーション。あと1匹か、迷いを晴らす。よいしょー、いい勝負ができたな。はあ、秒だったわ3ターン。まあそらそうだろうな、そらそうやろうな。いや俺イグナーツ家になったらちょっと泣いちゃうかもしんない本当に。なんかさ、こいつがん、イグナーツ頑張ったよね。結構さ、しょうもない能力値のところからさ、ロマン一つ追っかけてここまで来たんだもんね。先生、トマシの爺さん、封じられた森と呼ばれ、レアさんは多少は時間。そりゃ、もっとも。待ちなさい、そのような行動私は許しませんよ。騎士団がもっと、だってさ、イグナーツ普通に魔法の高えじゃん。君が出てくることを狙って彼らはジェラルトさんを。次長なさん、前が行く。ジェラルトに続き、あ、まあまあ聞いて、ゆくゆくはフォドラに鳴り響く予定のほとんどの騎士団はいない。セテスさんたちとすると今動かせるも、そして相手に時間を与えていいんですか。あなたはそれで良いのですね。実況者7個。わかりました。封じられた森に何が起ころうとも主の加護を。さあ